ナンバーアンダーラインアイが l ルジャポン8月号の表紙を飾るファン必見ナンバーアンダーラインアイが初登場する l ルジャポン特別版の秘密に迫る l ルジャポン8月号の特別版にて人気グループナンバーアンダーラインアイが初めて表紙を飾ることが発表されましたこのニュースは瞬く間に SNS を駆け巡りファンからの熱狂的な反応が寄せられています 表紙ビジュアルの公開に続いて、発売日にはスペシャルムービーやデジタル限定コンテンツの配信も予定されており、ファンの期待は高まる一方です。ファッション、ビューティーから海外セレブの最新ニュースまで、エルジャポンは毎日をエンパワーするトピックを発信し続けており、今回の特別版もその例外ではありません。ナンバーアンダーラインアイは、平野章、神宮寺雄太、 キシユタという3人のメンバーで構成されており、それぞれが独自の魅力と才能を持っています。彼らの表紙ビジュアルが公開されると、ファンからは、素敵すぎるどちらも一瞬で目を奪われました。少年感があるスタイリングも素敵だし、限定コンテンツも今から楽しみ、といった絶賛の声が続々と寄せられました。この反応からもわかるように、 彼らの魅力は年齢や性別を超えてて広く支持されています表紙ビジュアルでは3人それぞれの個性が際立つスタイリングが施されており特に平野紫のエレガントでありながらも力強いポーズ神宮寺優太のクールな表情そして岩優太の柔和な笑顔が印象的ですこのようなビジュアルはファンだけでなくファッション業界の関係者からも高く評価されています エルジャポンの編集チームはこの特別版のために一流のスタイリストとフォトグラファーを起用し最高の1枚を撮影するために尽力しました今回の表紙解禁に対するファンの反応は非常にポジティブであり3人ならではの表紙の構図がすごく好きビしすぎる3人とも王子様のようだといったコメントが多く見受けられましたこれらのコメントからもわかるようにファンは彼らのビジュアルだけでなく その背後ににあるストーリーーーリやキャラクターにも強く共感していますナンバーアンダーラインアイのメンバーはそれぞれが異なるバックグラウンドを持ちながらも共通の目標に向かって努力し続けています平野翔はダンスと歌唱力で知られ神宮寺裕太は俳優としても活躍しており岸優太はそのカリスマ性で多くのファンを魅了しています彼らの成長とともにファンもまた成長し 彼らの活動を応援し続けていますエル・ジャポンの特別版が発売される6月28日にはスペシャルムービーやデジタル限定コンテンツの配信も予定されていますこれによりファンはさらに彼らの魅力を深く知ることができるでしょう特にスペシャルムービーでは撮影の舞台裏やメンバーのインタビューなど普段見ることができない貴重なシーンが盛りだくさんです デジタル限定コンテンツに関しても多くのファンが期待を寄せています l ルジャポンの公式サイトや SNS を通じて公開されるこれらのコンテンツはファンにとって貴重な情報源となることでしょう彼らのファッションセンスやビューティーの秘訣、さらには日常生活に関するエピソードなど多岐にわたる内容が予定されていますこのように l ルジャポン8月号の特別版は ナンバーアンダーラインアイのファンにとって見逃せない一冊となること間違いありません彼らの魅力を余すところなく伝えるために編集チームは徹底した取材と撮影を行い最高のコンテンツを提供することに尽力しました発売日が待ち遠しいファンは多くその期待に応えるべく l ルジャポンは全力で準備を進めていますファッションやビューティーだけでなく 彼らの人間性やストーリーにも焦点を当てた今回の特別版は、まさにナンバーアンダーラインアイの魅力を余すところなく伝えるものとなっています。彼らの活動は常に進化し続けており、その成長を間近で見守ることができるファンは幸運です。これからも彼らの活躍を応援し続けることでしょう。最後に、この特別版を手に取ることで、彼らの魅力を再確認し、 さらに深く理解するることができるできしょうナンバーアンダーラインアイのこれからの活躍に期待しつつエル・ L、ジャポンの特別版を楽しみに待ちましょう彼らの魅力が詰まった一冊を通じてさらに多くのファンが彼らの世界に魅了されることを願っています「エル・ジャポン8月号特別版」の発売が間近に迫る中ファンの期待は日増しに高まっています ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが持つ個性と才能がどのようにこの特別版で表現されるのか興味深いところです彼らのファンは単に彼らの外見やパフォーマンスに惹かれているだけでなく彼らの成長過程や努力に深く共感し応援しているのです特に平野翔のパフォーマンスは常に高く評価されておりそのダンススキルと歌唱力は多くの人々を魅了しています 彼のエネルギッシュなパフォーマンスはステージだけでなく、撮影現場でも遺憾なく発揮され、今回の特別版でもその魅力が余すところなく収められていることでしょう。彼の強い意志と情熱は、多くのファンにとって大きなインスピレーションとなっており、そのエネルギーがどのように写真に反映されているかが注目されます。また、神宮寺雄太のクールでミステリアスな魅力も見逃せません。 彼は俳優としても多方面で活躍しており、その演技力と表現力は確固たるものがあります。撮影においても、その独特の存在感が際立っており、ファンにとっては新たな一面を見ることができる貴重な機会となるでしょう。彼の静かなカリスマ性は、多くのファンにとって魅力的であり、その一瞬を捉えた写真は、見る者に深い印象を残すはずです。さらに、 岸優太の入話で親しみやすいキャラクターもファンにとって大きな魅力です彼の自然体でありながらもカリスマ性を持つ姿は多くのファンに愛されています今回の特別版では彼の多面的な魅力がどのように表現されているのかが楽しみです彼の温かみとユーモアが写真やインタビューを通じてどのように伝わるかも注目ポイントの一つです スペシャルムービーやデジタル限定コンテンツもファンにとっては待ち遠しいものとなっています。これらのコンテンツではメンバーの撮影裏話やプライベートな一面を垣間見ることができ、ファンにとっては彼らをより身近に感じることができる絶好の機会となります。特にスペシャルムービーでは撮影現場の雰囲気やメンバー間の交流、さらにはインタビューを通じて彼らの本音を知ることができるため、 非常に貴重ななコンテンテツとなるでしょうまたデジタル限定コンテンツでは l ルジャポンの公式サイトや SNS を通じてさらに多くのファンが彼らの魅力を楽しむことができます。これらのコンテンツはファンが自宅で楽しむことができるだけでなく彼らの日常生活に関する興味深いエピソードやファッションやビューティーに関するアドバイスなど多岐にわたる情報を提供します。 これにより、ファンは彼らの生活にさらに近づき、より深く理解することができるのです。エルジャポン8月号特別版は、単なる雑誌以上のものです。これは、ナンバー・アンダーラインアイのメンバーそれぞれのストーリーと努力を伝えるための媒体であり、彼らの成長とともにファンも成長することを促すものです。ファッションやビューティーのトレンドを追いかけるだけでなく、 彼らの人生哲学や価値観に触れることで、ファンはさらに豊かな視点を得ることができるでしょう。この特別版を通じて、ナンバーアンダーラインアイのメンバーがどのようにして現在の地位に到達したのか、その背景にある努力や情熱を知ることができます。彼らのストーリーは、多くの人々にとって励みとなり、インスピレーションを与えるものです。彼らがどのようにして困難を乗り越え、 目標に向かかって進んでいるのかその姿を見つめることで読者自身も新たな勇気と希望を見いだすことができるでしょう。